はい、こんにちは、スワクテカと申します。今回は十二獅子エルドリッチの紹介となります。最近エルドリッチがですね、まあもちろん最近というよりもエルドリッチはもうコンスタンスにね大会に出続けているんですけど、その中でもねエルドリッチの方としていろんな方がある中、まあ、60枚エルドリッチだとか、あるいは、ドラグマエルドリッチだとか、もちろんジューンもありますし、他にもねシャドールと組み合わせたシャドールエルドリッチとかいろいろなものがあります。アンデッドワールドを入れた形のものもありますね。アンデエルドリッチドアスだとか、その中でねエルドリッチが最近のトレンドで流行っているのがこの十二獅子エルドリッチです。十二シエルドリッチ自体は形はあったんですけれども、なぜ十二シエルドリッチが流行っているのかと言いますと、やはりですね、電脳界、環境トップメタである電脳界に対してカウンターがしやすいという部分があると思います。まず第一の理由として、ドランシアが打つことができるの、1枚で出すことができるので相手の父親を破壊することができるという点と、VFD に対してモンスター効果が封じられるわけなんですが、それもこれらのね、トラップカードならばそれの影響を受けないので、エルドリッチのトラップによる相手への除去力、そして、リュウニシの展開力、それを合わせて、この劇的がね台頭してきたってしていますね。特にねこの魔法カードというのが結構でかいと思います。 VFD に対して有効なカードができるというのがかなりでかい。エルドランドでエルドリッチをサーチするのもいいですし、コズミックサイクロンで父親を破壊する除外しに行くのもいい。もちろんね、ここら辺のね、十二支の、開局だとかって、1枚で置くことができる演武電気。で、演武電気でサーチしてきた十二支を、で展開していて、それらが止められたとしても、墓地のエルドリッチを、天気を墓地に置くことによって蘇生することができるという、無駄のないリサイクル。言ってましたね、第4部で、ジョジョの第4部で、金田一豊弘が、私は無駄のないリサイクルが好きでね、ごめん、そんなどうでもいいか。わかりにくいネタ、ごめんなさい。僕も使ってみたんですけど、去年この構築で購入行ったら、久しぶりに全勝できてね、嬉しかったです。はい。なんかすごい使いやすいですけど。あとまあ、余計に5着でね、考える必要がなくなるんでね。スキドラも入ってないからね、外役デッキじゃないですし、嫌われる要素はないですよね。って言ってたら、エルドリッチ使う時点でお前それ嫌われるデッキだからなと言われました。いいじゃん、エルドリッチ。好きなんだもん、俺。はい、行きましょう。まずは、モンスターから。黄金鏡エルドリッチが2枚、十二支バイパー1枚、十二支サラブレード1枚、十二支ボロボラット1枚、十二支ラム1枚で増殖する G が3枚、屋敷わらし1枚、ハルウララが3枚、モンスターが以上です。次に魔法カード、呪われしエルドランド2枚、ハーピーの羽根ぼうき1枚、コズミックサイクロン2枚、墓穴の指名者2枚、演武天気が3枚、十二支の開局1枚、白き定めのエルドリクシル1枚、黒き目覚めのエルドリクシルが1枚で魔法カードが以上です。次にトラップカード、赤き血染めのエルドリクシルが3枚、黄金鏡のワッケーロ1枚、黄金鏡のコンキスタドールが3枚。で、トアに輝くし黄金鏡が1枚、神の通告が2枚、神の宣告が3枚、王宮の直命が1枚。はい、メインがデッキが40ですね。じゃあまあ、ここから行こうか。あ、いやもう全部紹介したから行きましょうか。十二支ハマーコング1枚、十二支タイグリスが1枚、あ、エクストラね。タイグリスが2枚。で、十二支ライカが2枚、十二支ワイルドボーが2枚。十二支ドランシア1枚、フィーチャーナマンズゼロキ、未来ホープ1枚、未来竜王ホープが1枚。で、メガロギアアーゼウス1枚、グスタフマックス1枚。エクシーズモンスターが以上です。次にリンクモンスター。リンクアウスが1枚、リンクスパイダー1枚、そしてリンクメガトンゲイルは1枚。このとこな。で、最後デッキ。アーティファクトロンギヌスが2枚、サイフレームロードガンマが3枚、サイフレームドライバー1枚、ダイナリスラパックアトップ1枚、原生メタイニービル3枚、次元衝撃が2枚、一向勝負が3枚。ごめんね、なんか、サイドデッキ、似たようなもんばっかじゃないかって言うんだけど。ごめんなさいね、これ。はい、それでは、メインデッキの解説。黄金鏡エルドリッチ、2枚。まあ、2枚でいいかなと思います。特にエルドリッチ自体にそんなほど重きを置いてないですから、エルドリッチがなくなったら十二支が動く。十二支がなくなったらエルドリッチが上手くないの感じで。墓穴の指名者が怖いんですけれども、それらは大体誘発か十二支に打ってくれると思います。雷火蘇生とかね。そこに、墓穴の指名者を無駄打ちというか、使わせて、相手のね、墓穴の指名者の枚数を減らしておいて、エルドリッチを通す、みたいな感じで、勘を使うといいと思います。別に、まあ、1枚くらい除外されたところで特に痛くはない。2枚除外はさすがにきついけど、多分、まあ、2枚を出すような展開にはなんないかなって気はしてますけど。まあ、あと、エルドリッチって、2枚手札に来ると完全なる事故なんですよ。もう、その、なんていう事故を極力減らしたかった。
2枚でも引きますけどね2枚でも普通に手札に来るけどね、素で。で、12子がバイパー、サラブレード、モロマラット、ラム1枚ずつ、もうそうです、最低限入れるっていうだけ。バイパーは当然除外するということでね。で、サラブレードはドロー加速、手札にラムを引いてしまった時とかね。で、モロモラットは当然ラムを落とすため。で、ラムは当然ですけども、トランシャで割って、例のね、天気1枚から未来流用につなぐ、あの流れをやるために入れます。で、増殖する G が3枚、屋敷わらし1枚、ハルラが3枚ですね。屋敷わらし、なかなか強いっすね、今ね。これ結構おすすめのハンド誘発と思ってる、今。で、魔法カード、呪われしエルドランドが2枚、ここも、まあまあ普通にね、黄金鏡とかをサーチしてくるのもいいんですけれども、このデッキドランシアがいますから、普通に12子で、はい、バイパー召喚乗せる、はい、ドランシア召喚でサーチ、で例えばデッキから黄金鏡コンキサドールサーチ、ドランシア効果でエルドランド割る、デッキから黄金鏡のコンキサドールがワッケル落とす、で黄金鏡のコンキサドールセット、デッキから、エンドフェーズワッケルかコンキサドール除外してデッキから地蔵めセットすれば、ドランシアエルドリッチ、そして妨害札の布陣がね、簡単に、整えることができます。で、ハーピーの羽ボケ、コズミックサイクロン。ここら辺はもう伏せ割りですね。魔衝動だけは絶対許せんから。で、赤穴の指名者、演武天気、純子の回復、白木、黒木、1枚ずつ、ということです。魔法カードちょっと多すぎるんじゃないかなーっていう方いるんですけど、そんなほど事故らないですよ。王宮の直面もそんなほど、邪魔にはならないです。これ使ってみたらわかる。で、ドラップカード、赤き地染めのエルドリクシルが3枚、ワッケロ1枚、コンキスタドール3枚、トア1枚。はい、ワッケロの枚数1枚でいいかなとか、まあ、エクシーズもスリンクもそんな言うことこのデッキしないですから、で、まあ、コンキスタドールの方が妨害札としては上級なので、こっちは2枚。で、トア2ヶ月、動きも1枚。もう、まあ、ここら辺はまあいいかな。ここら辺固定でいいと思う。で、神の通告が2枚。神の通告はもう、先出しでも後、先、先手でも後手でも強い。後手でも強い。非常に強い。で、神の宣告3枚、王宮の直命が1枚。もう邪魔になってしまったら、王宮の直命とかドランシアで割っちゃいましょう。そこまで射程を拒って守るもんでもないです。相手が戦闘機とかでない限り、公平を維持して、ね、勝てるよっていうものでもない限り。で、エクストラなんですけど、まあ、この辺はいいですよね、十二子は。まあ、ハーマーコングだけ1枚いい、他は入れますよって感じ。で、アーゼウスを1枚にしてるのは、そんなアーゼウス出す機会はなかったからなって感じ。で、アーゼウス2枚で、メガトンゲイル僕が入れてるのは、単純にメガトンゲイルが好きという点と、メガトンゲイル普通にめちゃくちゃ強いです。なぜかというと、最近、無限包囲は減ってるんですよ。メインから。めちゃくちゃ減ってるんです。ですので、メガトンゲイルを突破する手段がかなり減ってる。なので、このカードを入れています。場合によっては、積み木まで持っていける可能性があるから。何よりこれ、未来流を蘇生できるんですね。これ、なんか知った。これ多分普通に知った。あ、これ、できるんだ、これ、と思った。できるよね、これね。なんかこれやってて、あ、強えなーこれできるんだったら超強えじゃんと思って。まあ、改めてメカトンゲイル最強だなと思って。で、まあ、サイドは、まあ、こんな感じです。ごめんな、適当で。はい。で、十二子エルドリッチはスイッチ型というのもあります。メインにスキドレとかエルドリッチバンバン入れておいて、いわゆる純エルドにしておいて、サイドから、十二子を決めて、まあ、当然、エルドリッチって分かったら、相手増殖する G とかほぼ抜いてくるんで、それを、逆手に取って12章を入れることによって、相手の G をかわしたりとか、モンスターに対する罠を入れてくることほぼないから。はい、以上ですね。12章エルドリッチ。動画でした。いやー、この時期ね、ほんとね、まあ、面白みもないなーとか、あるいは、なにこれ、強いやつに強いやつ投げたら面白いなんて思うかもしれないけど、楽しいっすよ。これほんと楽しいっす。なんでこれ何が強みか分かんないっていうか、一回使ってみ。分かるから。ほんと強いっす。マジで。おすすめっす。はい。それでは、爆弾でした。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。